はいどうも、ヤキチャンです。はい、ということで、今回はスミスグラインドの練習動画ということで、ボックスに対して斜めにかけてスッて滑っていく、そういうトリックなんですけど、めっちゃ苦手で、まあ、今日はその苦手克服していこうっていう動画でやっていきたいと思います。ちょっとスピード速めて押せるように練習していきたいと思います。前足で押すとさっきみたいに前から落ちます。意外と平行にアプローチする感じ、それでいけると思います。よし、ということで一回ラインでやってみたいと思います。ちゃんと降りしないとこうなるんで。はい、ということで練習3日目です。2日目急にできへんくなって、練習中にメモを取るようにしてて、自分なりに良くないところを見つけて、それに対しての解決策を考えて滑る、練習するみたいな、そんな感じでずっと練習してて、帰り際にやっと気づいて、結論から言うと後ろ側の足、テール側の足の膝の曲げが足りてない。まあ、よくよく考えたら、この動画の一番最初、斜めにかけてスッて入るみたいな、もうそこで答えは出とって、多分1日目はそれ通りにやってたからできたっていうのがあって、まあ1週間っていう感覚が空いた中でちょっと忘れてしまってたっていう、やっぱ意識して曲げるっていうことをやっていかんと、最初のうちはうまくできへんなっていうところですよね。ありがとうございます。いただきます。あ、しみる。はい、ということで、あとは数打ってクオリティ上げていくっていうところまでやってきました。いやー、でもちょっと悔しいのが、今日3時間練習して納得いくの1回も決まらんかったっていう。まあでも学びの多かった1日になりましたね。後ろ膝の重要性、はい、ということで練習8日目です。まあ、ちょっとだけ進展やったんで今動画回してます。アプローチのしゃがみが足りてなかったっぽくて、膝曲げてスミス流していかないといけないんで、膝曲げたままオーリーして引き上げてくるみたいな、そんな感じで、まあ、しっかり溜めてかけることでスミスの形を作りやすくなる、まあ、そういう進展があったんでちょっと動画撮っていきたいと思います。なんとか形にはなってきました。あとは回数スミスっていうトリックの動きに慣れる、まあ、その段階までやっと来れたかなっていうところなんで、回数重ねて頑張っていきたいと思います。
りあえず今日の締めくくりっていうことで半分流し、距離にしたら約160センチ、 1.6m、 とりあえず頑張ります。切らんかったら絶対いけると思う。あと3回本気で集中してやりたいと思います。半分いったかな。 VR ちょっとぎこちなかったですけど、とりあえず通過点はクリアしたということで。今日ちょっといただいたものがありまして、こちらですね。靴下、大阪にあるタビオ株式会社様からいただいたものなんですけど、タビオスケートボード、スケボー向けの靴下を販売していて、よかったら使ってみてくださいとのことで、今回こちらいただきました。すげえ、めちゃめちゃクッション入ってる。甲の部分とかもデッキ落ちてきたりするんで、クッション入ってますね。今回はこちらを履いてスケボーしに行きたいと思います。練習何日目やったっけ。とりあえず天気20丸です。まあ、なかなか今の季節でこの天気で滑れる日って少ないんで、まあ、ちょっとアップで最近調子のいいトリック練習しつつ、実はニュートリックも何個か覚えてて、まあ、それアップで見せれたらいいかなって思います。まあ、そんな感じで頑張っていきます。タビオスケートボードの靴下3日ぐらい履かさせてもらってるんですけど、クッション性はもちろんなんですけど、このクッションの弾力、靴とのフィット感っていうのをこうサポートしてて、ほんまにこうビタって靴にひっつく感じがあって、靴紐だけではカバーできない部分もこうフィットさせてくれるっていう、めちゃめちゃなんかストレスが軽減されたなっていう感じです。着いたら1時間経ってました。じゃあ最後1個だけニュートリック見せて、そしたら練習入っていきたいと思います。バテてんな。油断したらこれ180なんかとか思ったらあかんから。最悪、ベアリング壊れてるわ。せやろ。ベアリング気になりすぎて集中できないんで、もう今ので勘弁してください。めっちゃボロいんですけど、持ってきてました。秘宝です。スケートツール家に忘れました。しょっと13mm。 おお、あるやん。崩壊してます。いやもう最悪です。片側はなんとかビールをえぐりながらもベアリングの輪っか取って交換できたんですけど、こっちが何やっても取れ。もう諦めて家帰ります。いやマジで感情ジェットコースターですよ。また滑れると思ったのに、さすがにあの状態で滑んのは危なすぎるっていうのと、もう全く集中できないんで今日は諦めます。いやなんとか取れました。やっぱ熱湯とかつけたりドライヤーで温めてあげるとこういうのすぐ取れます。セムブランクスのベアリングに変えていきたいと思います。ウィールコのリクターとスピットファイアのフォーミュラ4で使い分けてて、最近はまたリクター使ってますね。リクターが合わんくてスピットを使ったんですけど、スピット使ったら使ったでリクターなんかいいなみたいな、まあ、ウィール沼ですね。
マジナイス。やば。なんかやり始めた。そういう写真なの。これじゃない、マジで。いや、めちゃめちゃ遠い。To hide when everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixes, crosses.明けましておめでとうございます。ヤキテビのヤキです。いやー、年越しました。2023年です。今年もよろしくお願いします。今日もスミスの練習頑張ってるんですけど、なかなかですね、まだ余裕がないっていう感じで、ちゃんとテール踏んで、ノーズ上がるアウトできたら、もうそれ余裕ある証拠かなって思うんで、今日はそれを最終目標にして、この動画での最終目標としては、フリップアウト。無理やろって思われるかもしれないんですけど、もうやりたいんでね、僕はそこまでやって、この動画をきっちり終えたいというか、ここまで期間かけてただスミスできるだけやったら、なんか面白い良くないなっていうことで、なんとかやれたらいいかなっていうふうに思います。はい、ということで、ちょっと昨日フリップアウト 50-50 のやってみたんですけど、もう全然うまくいかなくて、どうやって回すねみたいな感じで、ちょっと練習不足さがね、目立ってしまったんですけど、とりあえず今日またスミスの練習っていうことで、まあさっき実はやっとテール踏んでアウトできるようになって、飛んでからとかけた時の区切りちゃんとつけれるようになってきたんで、かけてから重心整えれると思うので、じゃあそれ意識して綺麗にやりたいと思います。初
の道とだいぶやり方変わってて、まあ普通に斜めアプローチ、ボックスとの距離が20センチぐらいの位置でテールヒットしに行ってまっすぐ飛ぶ、60センチぐらい先狙ってオーリーしてかけに行く、つまらずにグラインドしていけるかなっていうところで、やっぱりなんていうかできてもちょっとずつ変化を加えてやりやすい方法を見つけていくっていう大切さ、まあ、それなんか改めて学んだかなっていうふうに思います。もう目線は1メートルぐらい先見る感じ、もっと大げさに見てもいいかもしれへんけど、目線を高く保つことができて後ろ重心になりやすいんですよ。やっぱり下に下げてしまうとその分体前のめってしまうんで、これは多分スミス以外のトリックも一緒で、それ意識するようになってから5-0とか50-50もちょっと上手くなったかなって思うんで、カーブトリックはほんま目線大切ですね。ということで今からできるかわからないですけど、スミスのフリップアウトチャレンジしていきたいと思います。フリップせなあかんっていう気持ちが入りすぎて、スナップする足に重心がついていってしまってる。足はかすめる程度でテール踏むことに集中。ちょっとまだまだメイクからは遠いんですけど、ゆっくりなスピードで流せるようになってきたんで、やっとほんまに耐えれるようになってきたかなっていうところで、引き続き頑張っていきたいと思います。フリップアウトトライしてから1時間半経ったんですけど、メイクできませんでした。ちょっともうここまで来たら引き下がれないんで、あと何日かかるかわからないですけど、メイクするまで頑張りたいと思います。車没収。我连个车没收。えぐいて、えぐいって、マジかよ。2日経ってこれ、うわっ。はい、ということで見ての通りちょっと雪が溶けてない、まあ2日前にがっつり雪降って、もうさすがに溶けてるかなと思って今日天気予報晴れやったんで来たんですけど、こんな感じで今週全く滑れずです。聞いてください、この大阪やったら普段聞かへん音、久々に大阪でこれ聞いたわ。もう山の天気はわからないですね。はい、ということで、まあ今回の動画はね、ちょっと残念ながら積雪エンドということで、いや決めたかったっすね、ほんまにフリップアウトっていうか、決めれそうなところまでは結構実は行ってて、綺麗に一回も回してないんで、まあ決められへんって言えば決められへんかもしれないんですけどね、まだ、まあ来月2月中には絶対決めようと思ってて、まあ雪降るの分かってたから、先週の土曜ちょっとだけ滑る時間があって、まあ、そのタイミングでちょっとスミスを修正してきて、まあ、もうちょっと
ちょっとそのボックスの上に重心を置く意識をしながら、まあ、もっと上からこうデッキを見下ろすような感じで掛けに行くっていうのを意識しながら掛けてフリップアウトを狙ってみたら、まあ、意外と足元に収まってくるようにはなってきたんで、まあ、あとはやっぱそのスミスの慣れっていう部分で、まあ、苦手克服自体は結構できたとは思ってるんですけど、まあ、やっぱりどうしてもまだ余裕が足りてないっていうところで、フリップアウトするにはそこをちゃんと詰めていって、まあ、フリップするまでの余裕を持たせることができたら、まあ、意外とすんなり乗れるようにはなると思ってて、あとはそうですね、50のフリップアウトとかもちゃんと練習して、グラインドした後にフリップちゃんとかけるっていうことに慣れておけば、まあ、割と苦労せずにメイクできるんじゃないかなっていう、そんな感じです。引き続き頑張っていきたいと思います。